スバル健康保険組合大田記念病院は、群馬県大田市にある、スバル健康保険組合設置の病院。25の診療科を持つ、群馬県の災害拠点病院でもある。通称、総合大田病院や単に、大田病院と呼ばれている。1938年に、中島飛行機、大田製作所の付属施設として会員した病院を、起源とする。 その後1945年8月に終戦による飛行機工場閉鎖に伴って閉鎖されるが、1946年1月10日に富士産業健康保険組合を田病院として開院した。富士重工業の健保組合の統合などにより何度か解説者名が変更されたが、1961年に現在の解説者になり、1975年に総合病院の認可を受け、 富士重工業健康保険組合総合大田病院の名称になる。2012年に新地区移転して富士重工業健康保険組合大田記念病院の名称に変更される。2017年4月に富士重工業健康保険組合がスバル健康保険組合に名称変更。当院はスバル健康保険組合大田記念病院の名称になる。 慶応義塾大学病院と提携しており、慶応義塾大学関連病院会に所属する。中島飛行機、大田製作所に隣接し、当初の専有の敷地面積は126,624平方メートルで、現在の敷地の約2.6倍、広かった。しかし1945年には敷地が大きく、縮小している。総合大田病院時代の、 病棟中島飛行機付属の八幡住宅内の八幡寮の一部を転用した。八幡寮は総合大田病院、八幡市営住宅、大田市立、西中学校などになった。八幡寮の南側は社宅が広がっていた。市街化調整区域の田んぼ約4万8000平方メートルを転用した。病院公式サイト、交通アクセスも参照。ありがとうございます。